北アイルランドのロイヤリストがよく掲げている、ユニオンフラッグ、アルスターバナー、オレンジ騎士団の旗アルスターロイヤリズムは、北アイルランドをイギリス内に維持するための政治運動である。ほとんどのユニオニストと同様に、ロイヤリストは英国王政に執着し、北アイルランドの存続を支持し、アイルランド統一に反対している。アルスターロイヤリズムは、イギリスの愛国心の一形態である。 アルスターロイヤリズムは19世紀後半にアイルランド自治法やカトリックのアイルランド民族主義の対等への反応として出現した。アイルランドの大部分はカトリックの土着民だったが、アルスター地方では一旦無人になった後でスコットランドから入植してきた者の,の子孫のプロテスタントがほぼ過半数を占めていた。また、アルスターはアイルランドの他の地域よりも工業化が進んでおり、 イギリスとの貿易に大きく依存していた。ロイヤリズムは独立したアイルランドの一部になることを望まないアルスタープロテスタントの間での民族自決として始まった。アイルランドのカトリック教徒の中にはユニオニストもいたが、ロイヤリストはプロテスタントとイギリスの遺産を強調していた。これらの動きは1921年のアイルランド分割につながった。これにより、 アイルランドの大部分は独立国家となり、アルスターの約3分の2は北アイルランドと呼ばれる自治領として英国内に残った。分割以来、ほとんどのロイヤリストは北アイルランドがイギリスの一部としての地位を維持することを支持してきた。ユニオニストとロイヤリストという用語はしばしば互換的に使用される。ロイヤリストはまた英国政府や制度よりも 主にプロテスタントの英国王政に忠実であると表現されている。ギャレット・フィッツジェラルドはロイヤリストは連邦ではなくアルスターに主に忠誠を尽くしていると主張した。少数のロイヤリストは自分たちの大義を支持するために英国政府に頼ることはできないと信じ独立したアルスタープロテスタント国家を求めている。北アイルランドには プロテスタントの忠実派のマーチングバンドの伝統がある。何百ものバンドが存在し、毎年多数のパレードを行っている。ロイヤリストという言葉は、1790年代にアイルランドの政治において、カトリック解放とアイルランドのイギリスからの独立に反対するプロテスタントを指すために初めて使われた。日本語では、英国王党派、王国忠誠派とも訳される。 1921年にアイルランドが分割された際、アルスター地方の9県のうち6県は独立したばかりのアイルランド自由国に加盟せず、イギリスの一部として残った。1926年の学術的に引用された記録によると、当時の北アイルランドの人口の33.5%がローマカトリックで、62.2%が3、大プロテスタントに属していた。 北アイルランドのカトリック教徒とプロテスタント教徒との間の緊張関係は1960年代後半から1990年代後半にかけて厄介児として知られる血生臭い反乱を長く続けてきた。ベルファストのシャンキル通りの脇道にある建物に描かれたロイヤリストの落書きと横断幕ロイヤリストの準軍事組織と時系団は20世紀初頭から活動している。 1912年、イギリス政府がアイルランドに自治権を与えるのを阻止するため、あるいはアイルランドからアルスターを排除するためにアルスター義勇兵が結成された。これは第一次世界大戦の勃発によって沈下したアイルランド自治問題につながった。ロイヤリスト純軍人はアイルランド独立戦争の間、アルスターで再び活動し、厄介時の間、 より顕著に活動した。最大かつ最も活動的な準軍事組織は、アルスター義勇軍、アルスター防衛同盟だった。ほとんどのロイヤリスト準軍事組織は、テロリスト組織として分類されている。厄介時の間、目的はアイルランド共和主義、特にアイルランド共和軍暫定派と戦うことと、プロテスタントのロイヤリスト地域を守ることにあった。しかし、犠牲者の大半は、 アイルランドのカトリック系民間人であり、宗派的な攻撃で無差別に殺されることが多かった。攻撃の責任を主張するたびに、ロイヤリストは、通常、標的にされたものは、IRA の一員であるか、IRA を支援しているものと主張していた。MLR スミスは、当初から、忠誠心の強い準軍人は、すべてのカトリック教徒を、 潜在的な反逆者とみなす傾向があったと書いている。他にも、カトリック市民への攻撃は、IRA の行動に対する報復として主張されたこともあった。連座であると同時に、IRA の支持を弱めようとしているとも見られていた。一部のロイヤリストは、カトリックを恐怖に陥れ、多くの死者を出せば、最終的には IRA が攻撃をやめるだろうと主張していた。 ロイヤリストの準軍人は、厄介児での全死亡者の約30%を占め、民間人の死亡者の約48%を占めていた。ロイヤリストの準軍事組織は、共和国の準軍事組織とイギリスの治安部隊の両方よりも、はるかに高い割合で民間人を殺害した。忠誠心の強い準軍事組織の手口は、暗殺、大量射撃、爆撃、 誘拐を含んでいた。短期間銃、アサルトライフル、拳銃、手榴弾、小夷弾、ブービートラップ弾、車爆弾などを使用していた。爆弾攻撃は通常事前予告なし行われた。しかし銃による攻撃は爆撃よりも一般的だった。1994年1月、ウダはイギリス陸軍が来た。北 アイルランドから撤退した場合に実行される終末計画を作成し、北、アイルランドを完全にプロテスタントにすることを目標に民族浄化と再分割を求めた。ロイヤリスト準軍事組織の中には、コンバット18、英国国民社会主義運動、国民戦線など、英国の極右やネオナチグループとのつながりを持っているものもある。九百九十年代以降、 ロイヤリストの純軍事組織はロイヤリスト地域における数々の人種差別的攻撃の責任を負ってきた。2006年の報告書によると過去2年間の人種差別的攻撃の90%は主にロイヤリスト地域で発生していた。1990年代には主要なロイヤリスト純軍事組織が停戦を呼びかけた。その後も 小さなリハングループは数年間にわたって暴力的な主張を繰り返し、ロイヤリストは散発的な暴力行為を続けてきた。北、アイルランドには毎年パレードを行うプロテスタントの UI 会やマーチングバンドが数多くある。UI 会にはオレンジオーダーやデリート低少年団などがあり、長い間にわたってユニオニズム、ロイヤリズムと関連してきた。 第11夜の焚き火や第12夜のパレードなどの年間行事はロイヤリズムと強く結びついている。2013年に発表された報告書によると北アイルランドには少なくとも640のマーチングバンドが存在し総会員数は約3万人と過去最高を記録している。パレード委員会によると2007年には北アイルランドで 合計1354回の中世主義者のパレードが行われた。北アイルランド警察庁は別の統計を用いており、2007年には合計2863回のパレードを記録している。そのうち2270はロイヤリストのマーチングバンドによるものである。ありがとうございます。